ンポン。私のことどう思います？ん？ IQ に、つまりいじりたくなるほど可愛くて逆に天才的なアホってことですか？奇跡的に着地点だけ合っとるわ。急にのナイスタンや。いや、私、客観性って大切だと思うんです。急にまともな話し始めてどないしたん？風邪か？バカは風邪ひきません。奇跡的に使い方合っとるわ。まあ、確かに客観性ってのは大切やな。物事を考える上で、最も重要な要素と言っても過言ではないな。そうですよね。なので、私のことどう思います？ああ、他人から見た自分のことを知りたいんやな。ビグタクトリー！うわうっちゃ。せやな、先生はほら、ボケ担当やから、一見、周りからはアホの子に見られがちやん。でもな、うちは、先生と一緒に部活とか、ゲーム実況をして、結構な時間を一緒に過ごしたやんか。それでいろいろ思うところがあってな、うち思ったんや。やっぱこいつアホやって、つまり、だからアホやっつってるやろのアホ、つまり、可愛くて、天才的でビューティフルなアホってことですか？着地点が合ってるからもうそれでええわ。逆に、うちのことはどう思ってんねん。鬼畜巨乳、もろくそ言うなお前。じゃあこれでいかがでしょう。鬼父。いかがじゃねえよ。ちょっと可愛いあだ名つけてやったぜ、へへ。みたいな満面の笑みやめろや。まああれですね。結論、ゆかり先生は巨乳。結論がおかしい。